夜のお菓子、うなぎパイうなぎパイは、有限会社春かどが販売する、洋菓子。静岡県浜松市の名産品として、全国で広く知られている。うなぎパイファクトリーうなぎのエキスを、パイ生地に練り込んで焼き、最後に、か焼きのようにタレを塗って仕上げたもので、春かどの登録商標となっている。なお、うなぎの味はしない。百六十一年に、春かどの二代目、 社長、山崎光一が、浜松イコール浜名湖の近くイコールウナギの産地という、連想からウナギを使った洋菓子のアイデアを思いつき、フランスの洋菓子パルミエを参考にして作成された。販売開始後、同時期に、東海道新幹線や、東名高速道路の開通など、東海地方で交通インフラの整備が進んだことが、追い風となって、急速に売り上げを伸ばし、 1962年に60万本だった年間売上本数が3年後の1965年には700万本に達するなど売上増を記録した。その後、1966年にうなぎパイの年間売上本数が1000万本の大台を突破したのを契機に同社はそれまでのパイ製造部門を別会社として独立させ株式会社うなぎパイ本舗を設立。 以来、同本舗が、うなぎパイの製造を行っている。2005年4月6日には、浜松技術工業団地内に、うなぎパイの製造工程を見学できる、新工場、うなぎパイファクトリーを開設した。グーランキング、好きな全国の名物土産ランキングによると、白い恋人、長崎カステラに続き3位の人気となっている。うなぎパイシリーズの菓子の通信販売は、 壊れやすいことなどを理由に2008年6月1日より中止となっている。2020年3月12日、新型コロナウイルスの流行による需要源に伴い13日から21日の間生産を休止することを発表した。その後 SNS などを通じての支援により予定を早めて再開したものの、同年4月10日以降より再び生産を休止し、 2021年も緊急事態宣言の再発令による需要減が見込まれるため生産量を減らすことになった。なお、イギリス南部の郷土料理にパイ生地にうなぎのぶつ切りを入れて焼き上げたうなぎのパイがあるが無関係である。うなぎパイは静岡県内のみならず県外の高速道路、サービスエリア、駅売店、空港売店、デパート等など 正規特約店で販売されている。また、片割れ崩れなどがあるものをまとめた特用袋は、春稼働直営店7店舗のみでの販売となっている。割れやすいという性質を持つお菓子のため、春稼働では原則、うなぎパイの通信販売を行っていないが、そのことに乗じて、転売屋が低価の倍額ほどの割増値段で通信販売を行っており、 破損だらけの商品が届くという被害が購入者から報告されている。なお、2020年6月頃から、春角オンラインでは、うなぎパイミニ3枚入りを上質なシルバーパッケージに包んだ、うなぎパイミニアニバーサリーが販売されている。JR 名古屋駅構内での販売が2016年2月より、順次中止されていたが、これは、駅内販売の統括の東海キヨスクの移行であり、 製造元の春香堂の意に反するものだった。後ツイッターなどで議論となり、2016年9月16日より、名古屋駅港内キオスクで販売再開された。放送デザインうなぎパイは、夜のお菓子というキャッチフレーズでも知られているが、これはもともと出張や旅行のお土産として家庭に買って帰ったその夜に、一家団らんの一時を、うなぎパイで過ごしてほしいとの願いを込めて、 当時の社長が考案したものであり、現在交換で広くルーフしているような、勢力増強といったニュアンスは、全くなかった。このようなイメージが広まった理由として同社は、うなぎパイの発売開始当時浜松は、高度経済成長期化で、夜の繁華街がとてもにぎわっており、そのような繁華街を歩いている時に、このキャッチフレーズを目にしたお客様で、勢力増強のうなぎと結びつけてあらぬ解釈を、 してしまった人も多かったのではないかと推測している。もっとも、結果的に当初の意図とは、全く違った形で定着したイメージを、あえて否定するつもりもなかったようで、製品のパッケージデザインを変更する際に、いっそのこと、夜のお菓子というフレーズにふさわしく、マムシドリンクの赤と黒と黄色に切り替えようと考えるなど、 そのイメージを積極的に活用した販売戦略に出ようとした形跡も伺える。ちなみに、現在のうなぎパイのパッケージは赤を基調としたデザインとなっている。なお、パイの原材料には夜の調味料としてニンニクも入っている。うなぎパイの生地はプレーンタイプとナッツを混ぜ込んだタイプがある。また、うなぎパイには朝のお菓子、すっぽんの里、昼のお菓子、 シラスパイ、真夜中のお菓子、うなぎパイ VSOP といった姉妹品があり、これら製品の詰め合わせが、うなぎパイ詰め合わせフルタイムという名称で販売されている。なお、うなぎパイ VSOP は単独でも販売されており、値段はうなぎパイよりも高い。うなぎパイとの違いは、VSOP からもわかるようにブランデーが入っていることである。人気商品であるがゆえに、 いくつかの他メーカーの類似品が存在する。本家の春かどうがメーカーに使用差し止めの訴訟を起こしたものもある。また、2013年10月から韓国でうなぎを煮詰めたエキスをパイ生地に混ぜて焼く製法で形状や包装などが類似した商品、チャンオパイが発売された。製造元のスリホル製菓は2年かけた独自開発であると主張し、韓国で 製造法の特許も取得している。客中、ありがとうございます。